大駒とは、将棋や地図などの用語で、強力な駒を指す。また、小駒とは大駒に対して、性能の弱い駒を総称する用語である。その他のボードゲームでも、強力な駒について、大駒と呼ぶことがある。また以上の用語とは別に、置物などのサイズの大きい駒を言うこともある。将棋では、多くの危機を持つ飛車と角行が、大駒、金章、銀章、桂馬、 強者、不評が小駒に相当する。一般的に大駒と小駒との交換は、大駒を得た方が駒毒である。また、大駒1枚と小駒2枚との交換では、小駒2枚の側の方が駒毒である。ただし多くの場合、小駒の中に不評が含まれるときは2枚以外とみなさず、また、桂馬、強者のうち2枚と大駒との交換では、大駒の側が駒毒と考える。しかし、 攻める場合、価値の低い駒から攻める方が、駒損が少ないため、持ち駒に不評がある方が良いとされている。持ち将棋においては、盤上及び持ち駒となっている大駒を5点、小駒を1点として計算し、合計で24点に満たないときは負けになるという、特別ルールがある。また、入力宣言法では宣言した側が、敵陣以外の盤面上の駒を除いて十四点に、 満たない場合は宣言した側の負けになる。地図では、一個とキングだけで相手のキングをメイトできるコマ、すなわちクイーンとルークを大駒と呼ぶ。英語ではメジャーピース、またはヘビーピースである。そして一個ではメイトできないビショップとナイトを小ごまと呼ぶ。英語ではマイナーピース、またはライトピースである。ありがとうございます。